My planet Araki is so beautiful when sun's roll. Fascinated by the planet, director has attempted to shoot the film many times. But they all lost everything and gone. Why did the director choose this path? And who will our next oppressor be? こんにちは。こんにちは。今回も長めの企画なんでサクサクいかせてい,きま,すいきましょう。題して、ドゥニ・ビルヌーブ、夢の構成感移動。おー、タイトルです。濃、うん、い,い、副大だな。ついに3月15日から公開される最新作に向けて、このビルヌーブ版デューンを大特集すると。2>, うん、2回特集しましたかね ドゥニー今回改めてパート1とパート2を大特集しようかなと、うんうん、待ってたマジでパート 2, 2>、はい、今回2021年に公開された「デューン砂の惑星パート1」と収録時点が公開間近の「デューン砂の惑星パート2」の2部作にまつわる制作裏話、うんうん そしてなぜ映画館で見ないといけないのかっていうことについて、ビルヌーブたちのインタビューをもとに紹介してた、うん、楽しみこれは。原作はアメリカの作家、フランク・ハーバードさんっていう人が1965年から発表している SF 小説で、SF 作家協会の会員によって選ばれるネビューラ賞。あ、ネビューラ賞、起動とありますよ。と、SF ファンが投票するヒューゴー賞。うん、ヒュゴこれはまあ本屋大賞みたいなものだと思ってください。うん、だから、批評家とファン、両方からその年に。 の位に選ばれた現代の遺跡はギューンから始まったってよく言われるんですけど、うん、まあこの作品がもたらした影響とかはもう自分で調べてください、はい、スター・オズーとかね、はい、いろいろあるんで,でその後も作品が発表されてこの6部作で完結してあ6本で終わったんだこれ結構最近出た新役版なんですけど、はい、最初のパート1の 1> パート1のしかもこれ情感 <laughs> おお骨も分かれてるんだ、うん、がもうとにかくその 膨大すぎるがゆえに映像化不可能だと思ていなるほどね。ではじゃあ、デュネビルヌーブに話を戻しますが、うん、カナダで生まれ育って、12歳の頃からこの小説を読んでいて、これすごいのが、友達と映画の絵コンテを13歳の頃から書いている。 それぐらいハマってる、まあ。大好きじゃん。そして、1984年、17歳になったドゥニ・ビル・ヌーブが見たのは、デビット・リンチ版の、ジューンスなの惑星。監督、脚本がデビット・リンチで。うん、主演が映画初出演となったカイル・マクラクラこの作品、膨大なストーリーと世界観を描くためには、上映時間も制作費も足りなすぎたために、まあ、その話は聞きますね。防御批評ともに大失敗してる。うん、で、まあ、そんな失敗に終わったリンチ版を見た、ビル・ヌーブ少年は、うん キャスティングと衣装、美術には感銘を受けたが、原作からの逸脱には不満を抱いたと。で当時のビルヌーブは、うん、そのリンチバーを見てこう思ったそうです。うん、物語が本からスクリーンへ移ったことで、何かが失われていたと。うん、だが、いつか誰かが映画化するだろう。うん、そしてまた同じことが起こるだろうと、当時思っていたと。 てんてんてんみたいなね。面白いな、これな。<laughs> ビレヌーブが原作で特に惹かれたのは、砂の惑星で植民地戦争に巻き込まれるも、新しい文化に好奇心を絶やさない主人公、ポーラートレイビス。うん、確かにパートワンです。げえ、それが面白かった。 彼からインスピレーションをもうバキバキに受けたビルヌーブはその後そのドキュメンタリーを撮りながらさまざまな国の文化とか宗教に向き合ったんですよ、うん、だからポーラートレイリスの影響をかなり受けてる人生なんですよ彼の人生自体が、うん、でそんな経験から作ったのが2010年公開のデニ・ビルヌーブのブレイク作「灼熱の魂」ねうん、の魂この映画がキリスト教とイスラム教の宗教対立による内戦を描いた作品で、うん。うん つまりこのビレ・ヌーブのキャリアっていうのはこのデューによって突き動かされていったっていう。うん、デ,ューデ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 ューみたいな。<laughs> それで結果的にその経験をもとに作った映画で映画監督として名を馳せていったっていう。うん、結構そこも面白いんだけどね。デュゥニーはこの後プリズナーズでハリウッドデビューして、はい。 ボーダーラインとかいろんな映画監督して大成功していくわけですよそして転機となる2016年が訪れるというこの年ビルレヌーヴァ初の SF 映画「メッセージ」を書いて大決算 この作品世界各国に突如現れた地球外生命体とコンタクトを取る言語学者と物理学者を描いた作品で、うん、2016年の9月1日にベネチア国際映画祭に出品されるんです、うん、ここでビルヌーヴがあなたが夢見るプロジェクトは何ですかって聞かれるんですよ、うん、でそれを聞かれたビルヌーヴはこう語ってます、うん、私のの長年の夢はデューン砂の惑星を実写化することです<ー>しかし権利を獲得するためには長いプロセスが必要で成功するとはとても思えませ、うん と語ってるわけでわせとしてすごい面白いそ、ねうん、して面白いのは、うん、この年の11月11日にメッセージが公開されて、全世界で2億ドル超える大ヒットを記録するんですけど、うん、その公開日の10日後、はい、ビルヌーブの元にニュースが飛び込んでくるんですよ。うん、これがレジェンダリーピクチャーズがデューンの映像化権を獲得したというタイミング的にもうできすぎ。うん、確かに 運命そして翌年の2017年2月にレジェンダリーピクチャーズが監督にドニ・ビルヌーヴを招聘したことを発表したもともとビルヌーヴっていうのは自分がデューの監督を務められる自信がなかったんだけど、うん、オファーされた当時制作していた映画で自信を身につけてオファーを受けたと、うん、えその映画っていうのがこの2017年に公開された「ブレードランナー2049」ね「ねビルヌーヴは本作で SF の世界観の構築と VFX の活用を身につけたことで、うん、この経験に積んだ ちょっとやれるって決心したっていう、うん、全てのタイミングが良かったなかパズのピースがあった感じがしますねでメッセージやブレードランナーは映像化不可能と言われた原作の映画化なわけじゃないですかヒデえばその時代とか、うん、その惑星の文化を徹底的に研究するっていうアプローチで作品の世界観とか精神を貫いてきた映画監督で例えば面白いのはメッセージ、うん、これはあの地球外生命体が襲来するって話ではなく襲来した 地球外生命体の文化を言語学者と物理学者が紐解いていくっていう、うん、これはもうドゥリー・ビル・ヌーブの映画の作り方そのものなんんこのストーリーなのでビル・ヌーブっていうのはこのさまざまな文化とかテクノロジーが交差するまあデューンって1万500年ぐらいの話なんですけど、うん、1万500年そう、うん、1>, 1万年の 遠未来を描く監督としてはもうこの上ない最適な映画監督だったっていうのはわかるわけです。うん、で、ドゥネビル・ヌーブはこのデューの監督を引き受けるにあたって3つの条件を経由したんですよ。一、うん、つはデューン砂の惑星を二部作構成にする。詰め込んだリンチ版が失敗したのを見たから、まあそうでね。二部作に分けてくるで。で、もう一つは砂漠で撮影すること。ドゥネビル・ヌーブはガチの砂漠で結構撮ってるんだよね。 だから砂漠撮影のノウハウは結構あったんけどはい、はい、そして監督脚本だけじゃなくプロデューサーもやらせてくれる、うん、この3つの条件でデューンを引き受けるとるなんかレジェンダリーピクチャーズがこの3つの条件を受け入れたことでデュ、うん、ニ・ヴィレヌーヴは念願の砂の惑星というものを実現するっていう夢をつかみ取るわけです、うん、はいここから詳しいデューンの制作を極めて話していくんですけど、うん、本作でビルレヌーヴは自身初のプロデューサーを兼任すると プロデューサーについて権限を広げることで、監督とか脚本ではタッチできない美術音楽特殊効果とか、様々な領域で竜の世界観を作ろうとした。このことについてビルネーブは、私は映画監督として可能な限り見えない存在であろうとしたと。本の一節。 雰囲気、色彩、匂い原作を読んだ時に感じた全てを保とうと最善を尽くしたと語っていて、うん、こうしてビルヌーヴは1億6,500万ドルという潤沢な制作費で子供の頃から夢見ていたデューンを目指すそうですなるほど、ね、彼が真っ先に熱望したのは子供の頃に魅了された主人公ポール・アート・レイですティモシー・シャラムを選んだ理由について彼はとても貴族的な顔立ちをしており、うん、目には強い知性を感じると、はい、彼は 若く見え私はその若さ素直さ弱さを必要としていた、うん、もうティモシー・シャラメしか考えらんべななら彼らを中心にキャスティングしてるんですよ、うん、でこのキャスティングを一つとってもデュエのことをすごい理解しているなっていうのを感じられるんですけど、うん、これは結構面白くてキャスティングまずポール・アトレイデス役のティモシー・シャラメは、うん、アメリカとフランスっていうバックボーンがあるああレト・アートレイデスお父さんね、うん、演じたのはオスカー・ーアイザクで、うん、彼はグアテマラとかキューバにルーツがある人はい、はい、お母さんレディ・ ジェシカ演じたのはレベッカ・ファーガソン彼女はスウェーデン人ジ,ジョシュ・ブローリンが演じたガーニーでジョシュ・ブローリンはアメリカ人ダンカン・アイラホジェイソン・モモアが演じた彼はハワイの先住民とかドイツとかアイルランドにルーツを持つ、うん、でスティルが彼が演じたのがハビエル・バルデムでスペインの俳優でしょ、うん、でまあ三谷クが一番好きであろうウラディミール・ハルコンナ <laughs> <laughs> あの僕好きですよキューヘキュ ドドロロのなんか風呂みたいなとこ入って <laughs> <laughs> ステランスカルスガルド、ね、大好き <laughs> 彼はスウェーデン人です、はい、であとまあちょい役だけどベリントン・ユエイ氏彼が演じたのはチャン・チェンさんっていう台湾人そして、はい、パート2ではかなりレバンが増えると思うんですけど、うん、チャニを演じたゼンレイヤ、はい、彼女はアフリカとかドイツとか、うん、スコットランドを、うん ルーツに持つ女優さんですけど、うん、このキャスティング一つとってもオールスター俳優をただ集めたんじゃなくて、うん、やっぱ明確にその国籍とかルーツの多様性みたいなのを多分意識してた、うん絶対そうですよねそれはやっぱりさまざまな文化が交差する縁未来を描くにあたってまあすごいこうなんだろうな。 正しいキャスティングというか。うん、で、このデューパート t 1のネガティブなレビュー、うん、もうめっちゃ見た。ど、みんなどう思ってるんだろうってめっちゃ調べて、うん、結構ネガティブなレビューで多く見かけるのが、2>, うん、2時間半かけたのに、うん、ほとんどストーリーが進んでない退屈だっていうレビュー結構あるんですああ、まあ確かに。なんか公開当時よく見ましたね、それ、うん。ただまあ、うん、どうなんだろう、それって。うん、僕は思うわけですけど、うん、例えばね、限界ギリギリのテンポで、うん めちゃくちゃ早いテンポで、なおかつ、それでも描ききれないのは、モノローグで語るまで、うん、もう、ギリギリまで情報を詰め込んだデビット・リンチ版は、ダイジェストだって批判されてるのに、うんうんうん きっちり時間かけて描いたビルヌーブ版は退屈って言われるんですよ。どうしたらいいんだって。っね、実際にこのビルヌーブ版・リュウのプロット、はい、実際に数字で比べました。でビルヌーブが155分かけて描いたプロットは、デビット・リンチ版だと137分のうちの98分で描かれてる。3分の2ぐらいのテンポなんで、ね。うん、ビルヌーブはあえて二部作にすることで何を描きたかったかっていうと、うん、贅沢な 美術音楽特殊効果を使って、うん、遠未来1万年の世界観を描いたい、うんまあ、そんぐらいしないとストーリーじゃなくて、うん、説得力とか,なんかあんまなくなってきますもんね惑星のルールだったり家だったり暮らし方とかねだからそこを紐解いていくと絶対に退屈な映画ではないんですよ、うん、でそこの個々の音楽とか美術とかの仕事を 一つずつちょっと掘り下げていこうと思うんですけど、まず、デューンの音楽ね。音楽を手掛けたのは作曲家、ハンス・ジマー。はい、彼もデューンの大ファン。もう筋金入りです、彼は。うん、その一つの証拠として、長年タッグを組んできたクリストファー・ノーランのテネットのオファーを断って本作のスコアを台頭したと。<laughs> なるほどね。<laughs> ハンス・ジマーはデューンについて、うん、私もドゥニも10代の頃にこの本を読んだと。私たちは長年の知恵や映画を撮ってきた経験を持ってデューンに挑むのではなく、 <laughs> 10代の無鉄砲な少年の気持ちで向き合うしかなかったとなるほどこの映画にアプローチする方法は一つしかないと、うん、無謀さを持って挑むことだとーいいこと言う語っているんですよ、うん、辻金入りのデューンファンだった2人は、はい、2> 制作中に合言葉があったらしくて「はい、Don't fuck it up」「絶対にしくじるなよ」っていう。<laughs> <laughs> ニビルヌーヴが砂漠にどけ行く時 <laughs> 絶対しくじんなよ、うん、無駄にすんなよはい,はい,はい,、はい。ビルヌーヴが脚本を渡す時も絶対無駄にすんなよ <laughs> しくじんなよっていうのが合言葉だったんなるほどね関係性がいいっすねそ<う>この二人はでハンスジマー作曲についてこう語ってます <laughs>、うん、もしこれが1万年後の砂漠の惑星についての映画だとしたら聞いたこともないような楽器や音を発明すべきだと思った ドゥニーと私は女性が物語の原動力であると強く感じていたから楽曲には女性の声を使ったと。って女性の声使うでしょ。すごいのがハンスジマーは1週間ユタ州の砂漠に1人で滞在して風景とか音からインスピレーションをもらったっていうふうに語っていて彼はその人間が奏でることができない音色とかリズムを作り出そうと考えてシンセサイザーとか金属が擦れる音とか。 インドの竹笛とかバグパイプとか奇妙なテンポのドラムとか型破りな楽器編成とか演奏法でデューンの音楽を編み出してるで面白いのが叩いたり弓を引くことで音が奏でられる芸術作品を作る彫刻家がいまして、うん、このチャス・スミスさんっていうなんか音が出る彫刻を作る現代アーティストみたいな, <laughs> なチャス・スミスさんっていう、はい、まあこの人だいぶ変わった人で、はい、家全体が楽器になってるみたいな。 へ <laughs> なんかもう壁とかにも全部音が奏でられるお菓子の家みたいな <laughs> まあそう全部楽器でできた家に住んでる, <laughs> る、ね、チャズ・スミスさんって人がいて、ね、彼に頼んでこの金属が擦れる音が奏でられる楽器を制作したりとかこれ作ったんだだから既存のピアノとかギターとかバイオリンとかトランペットとか、うん、そういうものじゃなくていや1万年後なんだからわけわかんねえやつが出てるでしょ出てるはずでしょっていう音楽の固定概念を崩すことから始めた <laughs> ちょっとこれ言う 聞かなないとでこの「アトレイデスケ」のテーマっていう曲がありまして、はい、これはバグパイプと電子楽器を組み合わせてハンスジマーが制作した曲なんですけど、うん、これは「未来主義」と「封建主義」まあ「アトレイデスケ」っていうのはもう1万年後の未来なのに封建制度に戻ってるっていうすごい皮肉なね <laughs> 社会情勢なんですけどその異なる時代の融合っていうのがテーマになっていて、うん、ハンスジマーが面白いのはこの音楽制作で。 この本作、十人の愛が溢れすぎて、うん、このアトレイデスキーが初めて惑星アラキスに到着するシーン。お父さんが振り返って、うん、砂嵐の中、ティモシーが砂漠の光をこう見つめて、ガーって開いてさ。うん、みんなで降りていく。うん、ところで、バグパイプ奏者が出てきて、ファンファーレ引くでしょう。<laughs> 確かにそうだった。これ、この人。<laughs> 確かにそうだったら。 半筋。え、これ半筋もあなの。おもろ。<laughs> 出ちゃった <laughs>。ちょっと俺も出してよって言って <laughs>。だいぶ面白い。ただ半筋も本当に頑張ってんですよ。このデューン制作時ね。うん コロナ禍っていうこともあって、はい、彼はバグパイプの演奏とか女性のボーカルっていうのを、娘の部屋の横にあるヨークダンスで録音してるんですよ。かつ、まあ、いろんな音楽家とコラボするわけですけど、はい、対面することが難しかったんで、んアメリカ、イギリス、オーストラリアとか、世界中のミュージシャンとリモートで制作してるんです。え<ー>そうなんだ。そう、すごいよね。で、ハンスジマは音楽だけじゃなくて、デューンでかなり重要な役割を果たす声。うん、この映画が何から始まるかっていうと、深淵、声は深淵からのメッセージだった。 ドゥンゲーガーガーガーって始まるでしょ。はい、あの声とかもハンスジーマーが作って,て<ー>これは言語学者が考えたオリジナル言語を声優に読ませて、うん、で、ハンスジーマーがそれをコンピューターで音節ごとにズタズタに分解して、音声ごと、うん、ガー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 、私は、みたいな。我々宇宙人だみたいなやつのもっとコード版みたいな。このジューンって声がめちゃくちゃ重要で、はい、その、 帝国の言語もそうだしあとボイスっていうフォースみたいなその作品のこうなんだろうな根幹を担ってますねそうそうそうん、うん、でそんな貢献もあってハンスジマー本作で2度目となるアカデミー賞作曲賞と、うん、プロダクションデザイナーを務めたのは「メッセージ」でも美術を担当したパトリス・ベルメットさんデューンでの仕事についてねどういうふうに建物とかインテリアを作ったかって話でまず第一に砂の惑星について理解する必要があるとアラキスでは時速850キロの風が吹く と書かれているから、それに対応するために、建物の構図は斜めにした方がいいと。八百五十かすごい。ンっていや、もう半端ない。マッハぐらいの。地球だとありえん、建物、ね、普通のためも壊れる。ああ、だからこうやって斜めになって、こういうことか。そう。そして非常に熱いアラキスでは、<laughs> うん、内部の涼しさを保つために、壁を極端に厚くするだろうと。うーん、なるほどね。そういう気候とかを考えて、その中で。 快適に生きるためには建物はこうした方がいいって、ちゃんと原作を読み込んで設定、気候条件とか、風とか温度とかそういうのを考えた上で、設定を作り始める。そうそうそう。普通にアーティストじゃなくて、ちゃんとこう建築家としてちゃんと考えてるって。う、交渉もちゃんとしてるんだ。そう。あとデザインについても、アラキスはスパイスが発見された後、植民地として支配された歴史があると。占領する国家が最初にすることは何か。自分たちの力の個人だと。 だからブラジルのブルータリズム建築の要素を加えたって語っているんですんこれまでの数千年数百年の歴史の中で人類が支配した歴史を紐解いていった時に占領した国家が自分たちの力を誇示するためにどんな建物を建てたかっていうのを歴史を繰り返った時にじゃあデューンでも1万年後の世界でもこういうデザインになるだろうっていう風に作って,るっているだから気候条件とかあと我々の歴史とかをちゃんと紐解いてそれを元にしたデザインを考えているっていう 遠未来の時代交渉しててるっ面白いのはこの例えば惑星カラダンのアトレイレスケの邸宅ね、うん、カラダンの風景ってのはハンガリーとかノルウェーで撮影してるんだけどインテリアに関しては窓枠のところはイスラム建築の要素だったりあと日本の盆栽があったりとかさまざまなこう建築様式とか文化が結構融合しているんですよ、うんうん、それもなんか闇未来っぽいですよね龍の世界観的には地球から逃げた人類が別の星でそれぞれの国家を形成してるとう、うん、そういう 設定だから地球の国家っていうボーダーラインじゃなくてそっからどの星に行ったか。だから ミックスされてんだ文化だからその考えで言うとカラダンのアトレイレスキーはいろんな国の要素が混ざってるっていうのはうなずけるよ、ね、考えられてんな本当にそれだけじゃなくてオーブジェには象徴的なのは牛のモチーフねアトレイレスキーの家柄とか歴史を壁の壁画とか、うん、お父さんが亡くなる時に牛の剥製を見て死ぬとか、はい、おじいさんが闘牛中に死ぬとか、うん、アトレイレスキーの男たちには牛が付きまとうっていうテーマがあるんですそれ全然 ほとんど語られないんだけど、それはちゃんとオブジェとか壁画で、ちゃんとギミックで見せること。だから、美術でちゃんとストーリーは語ってるんだよね。パトリスさんはオファーから7ヶ月で130枚のコンセプトアートからなるビジュアルバイブルっていうのを書き上げる。これが非常に重要で、これは何の意味を持つかっていうと、このビジュアルバイブルを監督、撮影、衣装、音楽、編集チーム、すべてのチームに共有することで世界観の一貫性を目指した。なるほどね。 この美術がすごい根幹になって、うん、それ大事だな、確かに。例えば、この移動に使うヘリコプターの機体、オーンイソプター。トンボみたいな、ね、そう、トンボのように翼で移動するもので、これ実物大と撮影用の小型のものが何台か作られてるんですよ、実際に。へぇ、えー、すげえ。これあの実物大は重さ11と。飛行シーンはクレーンで吊るして撮影してるんですよ。へ<ー>実際に吊ってやってるの。すげえなそれも CG じゃないんだもんな,なんかスタジオで吊るして、グリーンバックで撮るって結構やりがちですね。だ そういうういに多分撮ってると思うんだけど、うん、これちゃんと砂漠持ってって吊るして乗せて撮ってるってすごいよね金かかってんな、うん、<laughs> そしてデューンといえば砂の惑星の支配者サンドワームサンドワームさん出てきますよこの映画でサンドワームのデザインに費やした期間は1年間かないやーそんなかかってんだこれデニビル・ヌーブが特にこだわったんですけど、うん、これねデビッド・リンチ版のデザインと全然違うんですけどへえそうなんだデニビル・ヌーブは砂の中で餌を食べる仕組みとか、うん、そういうものからこう 生物の構造みたいなのを突き詰めていった結果クジラみたいな体の構造をしているんじゃないか推察してデザインしている,なるほどね。そして、はい、言語この原作にはさまざまな言語が登場するんですよ。本では読者の想像に委ねられるんだけど、はい、映画ではそうはいかないじゃないですかそうす、ね、音を作らなきゃいけない、うん、まず本作ではこの原作自体がねムアッティップとか、うん、あとシャイフルード、うん、あの神の名前ね、はい、このサンドワーブ、ねはい、とか。 リサンアルガイブとか難しいなどの重要単語がこれイスラム文化とかアラビア語から影響されている言葉なんですけど登場人物たちは英語中国語フレメン語手話とか、うん、もう映画だけでも4つ以上の言語が登場するわけじゃないですか、ね、フレメン語の作成っていうのは言語学の専門家でゲーム・オブ・スローンズとかも監修しているこのデイビッド・ジェピーターソンさんって方が監修しています,んす,ごいっすよ でアクション。アクションファイトコーディネーターのロジャー・ヨアンさんっていうのはやってるんですがああ彼は各戦士の戦闘スタイルに民族の美術を取り入れて文化的背景を加えたり差別化を図ってる。これ、デューンを見返すとき、ぜひ注目してほしい。すっごい面白いんだけど。はい、アトレイデスケ これはまあ宇宙の中でもかなりガーニーとダンカーによって鍛えられた最強の兵士たちと言われていたアトレイデスケの兵士たち。うんはい、その戦闘スタイルっていうのはフィリピンの武術からインスパイアしるので、えー、フィリピンなんだ。そう。で、ハルコンネン家の戦闘スタイルは古代モンゴルの武術。うんうーん そして、皇帝直属の軍隊、沢田川。10人分の戦闘力があると言われて,て、めちゃくちゃ強い。沢田川の戦闘スタイルは、日本の侍と、あとまあ映画で言うと、ノースマンで描かれた旧世紀あたりのノルウェーの選手を参考にしていまちょっと、それを参考にして。だから、剣の振り方とか、アトレイデスケは、気合い入れんだよ。墓みたいな。ああみたいな。 そそうそうれこれもそうだよねこのアクション一つとってもいろんなバックボーンをもとに考えられてるし、はい、デニリネー・ビィンネルさんのアクション面白いのはさやっぱあのシールドあるじゃんシールドでさあの赤と青、うん、あの食らったら赤。うんうんうん でガードしてる時しきずり守れて時は青って、うん、あの色彩でちゃんと比較的に分かりますよね、うん、だからそのルールをさ、うん、ポールのトレーニングのシーンでちゃんと観客に説明してその後戦う時に、うん、なんだろうどっちが劣勢かって色で分かるようになってるあ,<ー>あれすごいうまいなと思う、うん、なんかアクションが単調って結構言われてるんだけどまあ確かにいわゆる普通の剣を使ったアクションとしては。うん あんまり見応えがないかもしれないけど、そのグラフィカルになんか、その、うん、ちょっとゲームっぽいっ、ね、そう見せる演出としては結構新しくて、うんうん、俺は結構面白いなと思うので。うんはい、そして衣装。衣装。結構重要ですね。衣装デザインはジャクリーン・ウェストさんとボブ・モーガンさんが担当してるんですけど、はい、デネビレ・ネーブは、この衣装は時代に根ざしたものにしたいが、うん、SF 映画によく使われる未来的なデザインは避けるように指示したなんかちょっと古い、 臭いというか、ちょっとなんか古い感じがしますよね。なんかこのドゥーンの衣装って。そうだね。あ、それすごい当たってて。うん、各民族とかキャラクターを掘り下げて、うん、フレメンはフランスのレジスタンス。で、サーダカーはナチス。アトレイデスケは300年間ロシア帝国を支配した貴族でロマノフ家あ、ロマノフ朝ね。はい。まあ、それを参考にしている。はい。だから未来じゃなくて過去の衣装からインスパイア<ー>この衣装もすごいかっこいいけどね。確かに。 アトレ,レスのの爪襟のね、うん、あれかっこいいっすよしフレメンの衣装もすごいかっこいいんだよね。はい、でこのように原作を徹底的に掘り下げてさまざまな要素を融合させることで、うん、物語への説得力と、うん、なんか映像的興奮度を見たことねえこれうわなんかすげえ,えどうなってんのこれみたいな。わくわくすっほらワクワクすっとなりますよねだ。だからなんか二度おいしいねんじい。ジュ u ってもちろん映画館で見るべき映画なんだけど。うん 結構あの家で見るときは別のこう楽しみ方があるとかでセットや衣装のカラーパレットを徹底的に管理して人物の配置まで幾何学的に構成されている窓があって景色があって柱の間に等間隔に身長が高い順に並んでいるとかそういうなんか人物の配置まで幾何学的に構成することで ワンカットワンカットが中世の絵画みたいに印象的でこうなんかゾッとする美しさ、うん、でこの中世の絵画みたいにすることでどのように見えるのかっていうとデュンの新しさでここだと思うんですけどこの1万年後の未来っていうのは我々の時代よりははるかに進化しているんだけどその進化は多分。 数千年前から止まってんなっていう感じ。今の2024年よりはもちろん進化してる。けど、多分これでも。進化してねえ。止まってんな、もう数千年はっていう感じしないという。確かに。それはこの、なんか、衣装も音楽もそうだけど、なんでわかるんだろうな、それキャラクターの配置とか、建物の造形美で、中世の絵画のように見せることで、なんか1万年後の未来では、この、 俺らが新しいと思ってた SF 的な世界観とかガジェットがめちゃめちゃ過去の異物になってるように見せてる。これは結構今までの SF 映画にはあんまりなかったアプローチなんじゃないかなって思う。ここがやっぱすごいなっていう。で、そんなデューンへの思いについてビル・ヌーブ語ってます。プリズナーズの成功後、多くの人々は私が夢見るプロジェクトは何かと尋ねたが、 私の頭に浮かんだのはデューンだけだとそこまでデューンに対する愛情があったんですね、うん、何十年もかけてデューンを創造し数年かけて脚本を書き上げた私はこの度に人生の大半を費やしたと うんまあ、中学校ぐらいからやってるってことですもんね、うん、そんなデューンはパンデミックの影響で公開が1年近く延期されるっていうね、うん、そして2020年の12月ワーナーブラザーズの配信リリース宣言ねああやってましたね、うん、最新映画も、うん、HBOMAX っていう自社のストリーミング配信で全部流しますって宣言しちゃう,う、はいうん、ビルヌーヴァこれについてその知らせを受けて私はどう反応していいかわからないほど混乱していたと。 そして怒りがこみ上げてきた。デ、うん、ューンは大スクリーンで見るためにデザインされ、撮影された夢のような作品だった。うん、テレビで映画を見ると失われるものが多すぎる。うん、ウォール街の人々にとって映画は安定したビジネスでないことは理解しているが、しかし大スクリーンのために作られた映画は大スクリーンで見なければならない。うん、映画は観客を必要とする芸術なのだからとかと、ね。なるほどね。なんか怒り方にも知性がある。確かに まあ、とはいえ、デューンスノーの惑星っていうのは、1億6000万ドルかけて、うんえと、4億ドルぐらいちゃんとヒットしていて、うんうん、ちゃんとこうビジネスとして成功したので、まあ、コロナ禍であっても成功したと。そう、見切り発車で二部作にするっつって、パート1だけしか取らずに勝負しかけたビル・ヌーブは、うん、コロナ禍っていう未曽路の悲劇にも負けずにちゃんとヒットして、うんうん、パート2が今回公開されるっていうことで、3月15日楽しみ、うん 新しい新作が出るんですが、はい、本作についてビルレヌーブは語ってます、うん、パート1では世界観を紹介しルールを決めるのが一番大変な、うん、そうね、うん、パート2ではストーリーを語るだけだとここう楽しみだよこれは。 アクションとラブストーリーの色がとても強い作品だというふうに語っていて、えーまあ、確かにそうだね原作もそうなんだよ、うん、で予告編にはこれリンチ版にも出てくるんですけどこれ結構面白い兵器で、うん、このフレメンの武器に声を使うモジュールって武器が出てくるんです、えー、叫ぶとそれがなんかドラえもんの道具みたいな衝,衝撃波みたいな、うん これがめっちゃ強いの、この、えー、あとは、パート1でやろうとしてすかされたけど、うん、サンドワームに乗って、うん、敵をやっつけるっていうシーンがあるじゃないですか。パート1では未遂にある人物によって未遂に終わるんだけど、うんうん、その戦闘シーンもあるんで、アクションはかなり見応えがあるんじゃないかっていう期待はできる。はい、そして期待できるのはキャストね。うん パート2から参入する新キャストも超合格。教えてください。まず、皇帝シャダム4世。これはもう、だから、あれですパルパティンですよ。パパスター・オズで言う。一番の悪の帝王を演じるのは、もう、この上ないキャスティングですよ。クリストファー・王ォーケです。おお<ー>。たまんねえ悪いな。こ <laughs> <の>腕なるだろうな。<laughs> そして、ブラジミールの後取りですね。はい、フェイド・ラウサー・ハルコンネ。まあこれ、うん、リンチ版ではスティングが演じてるんです。<ー>フェイド・ラウサー演じたのがオースティン・バトラー。オー、スティン・バトラー。そして、クリストファー・オーケ演じる皇帝・シャダム4世の娘、イルラン・コリーノ王女の役を演じたのが、 フローーレンスピそしてレディー・マーゴット・フェンリンを演じたのが、うん、レア・セドゥレア・セドゥも出るんだそして最近ニュースになりました「はい、役名が明かされてないんですけどああ出ます」うん、っていう俳優<ー>見たあにゃテイラージュ 超楽しみ。最有力なのは、ポール・アトレイリスの妹、アリア・アトレイリス。妹出てくるんだ。この妹が超キーマンなんですよ。アニャを起用するぐらいだから、多分相当いいところにはね、うん、キャスティングしてると思いますけどね。うん、見に行かなきゃいけないっていうのは分かると思う。間違いない。早く3月15日になってほしいな。ただ、デニビルヌーブ・ワン・ <laughs> デューンっていうのは、パート2で終わらないかもしれない,い。おお、そうなんだ。デニビルヌーブは、 3作目の「砂漠の救世主」うん、まあ現代、デュー・メサイヤって言うんですけど、うん、この作品を映画化するのに非常に前向きなんです。<ー>インタビューでは。原作で言う2本目 ?2 本目。はいはい インタビューでは、願わくば2作目が成功し、うん、ティモシー・シャラミが若いうちにポール・アトレイリスの物語を締めくくる最終章を作りたい,ってい<ー>その理由がすごい面白いんですよ。これが、ビル・ヌーヴがデューンが好き、うん、ポール・アトレイリスが好きっていうわけじゃなくて、うん、この理由が。 デューン愛にあふれてるなと思うのが、うん、フランク・ハーバートが砂の惑星を発表したとき、人々はポール・アトレイリスを英雄だと誤解したと。うん、彼が描いたポール・アトレイリスはヒーローではないと。うん、だから彼はそれを正すためにデューン・メサイアを描いたんだ。つまり、自分は砂の惑星だけ作っちゃうと、フランク・ハーバートが意図したポール・アトレイリスは描けないとど。<laughs> <laughs> だから、デューン・メサイアまでやらせてくれる。じゃあ、デューン・メサイアでは、ポール、ええー、みたいなあ、それはごめん。分かんない。それはごめん。でも、普通に、ま、超有名なエッセス小説だから、まあ、ネタバレはあれだと思うけど、うん、まあ、その、まあ、ポール。闇落ちするのや、闇落ちっていうか、まあ、支配者になるわけですよ、ポールは。ああなるほどね。実際にですね、記者から。はい。 じゃあその3作目を監督する可能性はあるのかって聞かれてるんですけど、はい、おおもうここまで聞かれてるんだビル・ヌブは一言答えてるんですよ、はい、There are words on paper <ー>」「紙の上には言葉がある」なにしゃれたこと言ってんだよなにしゃれたこと言ってんだもう書いてるよってなるほどね 本当にっていう、てっいや、マジでこれ、ヒットさせたい。そうだね。<laughs> ヒットさせたい方だよ。だから、やっぱ、IMAX で、はい、砂漠で実写で撮ってて、うん、豪華キャスト出てて、うん、パート1が退屈だと思ったようにとしても、うん、パート2は、めちゃめちゃ見応えのあるアクションがあるっていうのは、予告編でも確約されてるわけですよ。これを、なぜ映画館で見ないっていなるほどね。でそれは 自分のエンタメを楽しむっていうものにもすごいメリットはあるし、うんうん、ドゥニビルヌーブの夢が続くことにもつながる確かにドゥニズきは絶対に見に行かないとダメ。っていう風に語もてきました。はい。口からからですけど、はい、どうしたっていう。いやもういいから早く見たい、ね。<laughs> <laughs> そうだね。超見たいなので、パート 2, 2>、はい、見る前に多分。 うそううでですすねと思、うんけどまあ、ストーリーはもうシンプルなんで、うん、あのでぜひ衣装とか建物とか、うん、そういう細かいディティールを新たな発見と、ね、そういうか技術とかね、映像をちゃんとこう意識してみると、すごいまた新たな発見とか面白さがあるんじゃないかなと思って、はい、回、応援させていただきました。はい、皆さんのデューンの好きなポイントだとか、はい、もう結構リンチ版も好きなので、うん、リンチ版の好きなところでもぜひ教えていただきたいですし、パート2の。

ha 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 ha